今回は課題テンプレートを用いた学習方法について説明していきます。学年は中学1年理科、地震が起きる仕組みについて学びます。先生はスクールタクトの課題テンプレートを開きます。先生側画面向かって右上のプラスボタンを選択するとメニューが4項目表示されます。項目の一番上にある新規課題を作成を選択すると画面の中央に理科に関するテンプレートが一覧で表示されます。今回取り扱う単元は地震ですので、このキーワードというところを選択し地震と入力します。入力した後虫眼鏡ボタンを選択します。選択すると地震に関するテンプレートが絞り込まれて表示されました。今回は地震が起こる仕組みを選択します。このテンプレートで作成するを選択すると課題テンプレートの編集画面に移動します。先生は画面向かって右上の配布ボタンを押してテンプレートを配ることも可能です。合わせて先生の狙いに沿って課題テンプレートを編集することも可能です。テンプレートを参照していきますと、地震が起こる仕組みをプレート歪みという言葉を使って説明しよう。海溝型地震と内陸型地震について表でまとめよう。そして表でまとめた回答というものが掲載されています。今回の授業においては表のすべてを埋めるのではなく、先生の解説や動画、教科書の内容をもとに表の一部を埋めるといった活動をしていきたいと思います。先生は今あるテンプレートの中から不要な部分を削除したり、生徒に入力してほしいテキストの部分をこのように削除して生徒がテキスト入力できるように編集可能になっております。またこのように表の一部を埋めていく活動を行っていくので、今回はテンプレートの2枚目を削除します。加えて生徒がこの表をまとめた上で発展的な調べ学習を先生がやっていきたいというふうに考えている場合、先生がスライドを追加して新しく問いを立てることも可能になっております。先生の方で世界の国々で日本と同じように地震の多い国を調べて、その理由とともにまとめを書きましょうという問いを立てました。このようにして課題テンプレートを編集した上で配布します。配布が完了するとこのように画面が変わっていきます。スクールタクトの中に入っているテンプレートを利用して課題を作成することによって、先生の課題準備の時間を大幅に減らすことができます。